はい、皆さんこんにちは。今日はですね、皆さんに聞きたいことが2点あります。1つ目、今マナベルトを使っていろいろやってるんですけれども、これも使ってます。アライメントスティック、棒です。アライメントスティック、これを僕は普段こう使ってるんだけど、正しいのかわからないので、正しいかコメントが欲しいという質問の動画です。普段僕はしいのかよく分かってないので、アドバイスをください。
ください。ください。もう一点。最近クラブが欲しくなってきた。すごくクラブが欲しくなってきた。今持ってるのがドライバー3番と6番7番8番9番46 52 58を持っていて、今考えてるのが2つくらい欲しい。1つ目、6番の先で5番アイアンが欲しい。ユーティリティはちょっとまだなんか怖い、使ったことないので怖い。もう一個はこれちょっと使って5番ウッドにした方がいいんじゃないですか。フェアウェイでちょっとうまく打てない。これをもうちょっと練習したい。もう一つ、最近シダで打ったドライバーがいいのがあったんで、これと日本体制にして軽いシャフトと重いシャフトの日本体制にしたい。ドライバーを買うか5番ウッドを買うか5番アイアンを買うか、パターをもう1個マレットを買って2つ試しながらしたいということで、5本くらい迷っているんですけれども、どうがいいのかとその理由とかをいろいろ教えてほしいです。ちなみにドライバーはフィッティングしてもらって、ここに書いてあるんですけど、45.25 インチの65g の X というシャフトだそうです。アイアンはツアーモーダスのツアー 105S です。はい、アドバイスくれると嬉しいです。はい、こんな感じです。ありがとうございました。